世界史文化史のコーナー。わっしょい。今回は、1000年以上も続いた、ローマ時代すべての中で、最高傑作とも言われる、アイネイス、の解説をやるよ。アイネイスを書いたのは、ローマ最高の詩人と言われるベルギリウスで、彼はアウグストゥスの右腕であるマエケナスの保護を受けて活動していたという。ちなみに、ベルギリウス、だが、ラテン語はバビブベボを発音しないので正確には、ウェルギリウス、だが、ウプ主はエルギリウスと習ったのでそっちで行く。ローマにも優れた詩人は多数いたが、ローマ人の憧れとも言えるギリシア人の、特にホメロスに匹敵するような詩人をなかなか生み出せなかった。そのような中作られたアイネイスは、エルギリウスの作った詩であるのはもちろん、国家的なプロジェクトであったと言っても良いだろう。エルギリウスは、ローマ内乱では親子ともどもアントニウスに味方し、オクタイアヌスに敵対したがゆえに、一族は所領を没収されたという。その後のことはあまりはっきりとはわからず、オクタイアヌスに直訴した結果没収は免れたという話や、諸国を歴訪したという話もある。いつ頃かは不明だが、ガイウス、アシニウス、ボッリオという人物の庇護を受けて創作し、牧歌を完成させてそれがマエケナスの目に留まったという話がある。マエケナスは現在のメセナ運動の語源ともなった人物で、これまた謎に包まれた人物だが、アウグスプスの下で文化保護活動を行ったことが知られている。具体的な年号はわからないが、エルギリウスはマエケナスの下で創作に励み、農耕史という傑作を生み出した。真偽は不明だが、マエケナスとエルギリウスはこの農耕史をアクティウム海戦で勝利したオクタイアヌスに読み聞かせ、気に入った彼はローマ建国の史の作成を命じたという。そうして紀元前29年、ローマ最高の詩人と言われたエルギリウスは、その生涯をかけてアイネイスの創作を始めた。アイネアスの物語は、トロヤ戦争において、飛翔オデュッセウスによるトロイの木馬作戦が発動し、トロヤが燃えていくところから始まる。詳しくは、トロヤ戦争、オデュッセウス、を見てね。火に包まれたトロヤ城から、父を担いで命からがら脱出した男がいた。アイネイス、の主人公アイネアスである。すげえややこしい。アイネイス、というのは、アイネアスの物語っていう意味なんだよね。アイネアスの父アンキセスは、トロヤの王族であり、滅びゆくトロヤと命運を共にするつもりだったんだけど、雷鳴と共に流れ星が落ちたのを見て、アイネアスに従うことにした。どういうこと？雷鳴を操れるのは大神ゼウス、ラテン語ではユクテルだけだからね。これはつまり、ユクテルの導きがあったってことさ。アイネアスは、父と、トロヤ王プリアモスの娘である妻クレウーサ、そして息子アスカニオスと共に、燃え盛るトロヤの城を後にした。さて、アイネアスの父、妻、息子と出てきたが、彼の母親は何を隠そう、美の女神ウェヌスであった。それってつまり、トロヤ戦争は、人間たちの戦いでありながら、神々の代理戦争でもあった。トロヤ側に味方をした美の女神ウェヌスに対し、ギリシャ側にはアテナことミネルア、そして狼の妻であるヘラコというのが味方していた。そしてその女神ユノが、トロヤから逃げるアイネアス一行を発見してしまったのだ。ヘラクレスさえても足も出なかった。最強の女神来たー。来てしまったー。開始早々、アイネアスをわたー。アイネアスの方も、女神の子供だけあって、生まれてからすぐにヘスペリデスの園で育ったと言われていて、神々をよく敬ったので、多くの神々が彼に味方したという。アイネアスは、トロヤでは王子ヘクトールに次ぐ強さを見せたが、さっきも言った通り、最終的にはオデュッセウスの関係によって、トロヤは滅ぼされてしまう。この間主人公だった人物が、最強の敵になってしまった。トロヤの人間はほとんどがギリシャ人によって殺されてしまったが、その中でアイネアスが生き残れたのは、ヘクトールが夢の中に現れたからであった。ヘクトールは夢の中でアイネアスに家族を連れて逃げるように言い、アイネアスがその通りにすると、果たしてトロヤの城は炎に包まれていたわけである。無事トロヤから逃げ出せた一行であったが、アイネアスは妻であるクレウーサがいないことに気づく。急ぎトロヤの町に向かったアイネアスが出会ったのは、
亡霊となった妻クレウンサであった。悲しい。クレウンサの亡霊は、夫にヘスペリアの地に向かうように言い残して、静かに消えていってしまった。妻の遺言に従い一行はヘスペリアの地を目指すが、一行はそれがどこにあるのかわからなかった。一行は、最初トロヤからほど近いトラキアに到着し、そこで同じトロヤ人の仲間、ポリュドロスと合流し、その後一行はソレっぽいデロスという島に到着して喜ぶが、そこはアポロンによって違うと言われ、地中海に浮かぶクレタ島にたどり着いた際には、今度はここだ、と思い、ペルガメアという町まで作って定住しようとしたが、土地は砂漠化し、疫病が流行った。次に到着したストロファデスでは、ハーピーのセラノエに出会い、彼らの探している場所はイタリアにあると教えてくれた。次に一行が訪れたのは、ブトフアツムという町で、ここはまるでトロヤが復活したような町であった。アイネアスはこの町でヘクトールの妻であった、アンドロマケイと出会う。余談だが、アンドロマケイを題材にした、17世紀の劇作家ラシーヌの書いたアンドロマックは、現代日本でも上演されるぐらい人気だ。さらにアイネアスは、この町で、トロヤ王プリアモスの息子、預言者として名高いヘレヌスに出会う。彼は悲劇のトロヤ王女、カッサンドラの双子で、その予言能力を引き継いだという。ヘレヌスはアイネアスに対し、イタリアに行き、子孫を繁栄させ、その子孫たちが世界の支配者になる運命であり、クマエにいるシビルに会いに行くべきだと予言した。一行は再び航海に乗り出し、イタリア半島を南に回ってシチリア島に向かったが、カリブデスの大渦のせいで先に進めなかった。一行は仕方なしに近くの島に立ち寄り、洞窟の中で一人の男に出会う。彼の名はアケメネイデスと言い、聞けばギリシャ人で、船に乗ってこの島にやってきたが、はぐれてしまったという。洞窟の外は一つ目の巨人サイクロプスがばっこしていて、とても外には出られない。彼はずっと、このポリュヘムスの洞窟に隠れていたという。むむむ。どうかしたのかい？背景の絵、どこかで見たことがあるような。ふむ、よく気づいたね。この島はかつてオデュッセウスが訪れた島で、アケメネイデスはかつてオデュッセウスの船に乗っていた乗組員の一人なのさ。アイネアス一行はアケメネイデスを救出し、サイクロプスの住む島を逃げ出した。アケメネイデスって肉気的でしょ。よく助けたね。そこがポイントなのさ。アイネイスの最も重要な部分はここにあると言ってもよい。ローマにおいて最も重要な価値観とは何だろう。ローマにおいて最も重要な概念、それはクレメンティア。つまり寛容性だ。ローマとギリシャが決定的に違うのは、敵だった者への対処の仕方であると言ってよい。ギリシャ人は、自分たち以外の民族をバルバロイ、つまり蛮族だと言って差別して取り扱った。一方ローマ人は、かつて敵であった民族を、戦いの後でも許し、そして仲間にした。ボエニ戦争以後はおかしなことになってしまったが、ローマが発展していったのはそのクレメンティアのおかげだ。カンネイの戦いでハンニバルにボロ負けしたローマが、それでも滅びなかったのは、かつては敵だったラテン同盟がローマを裏切らなかったからだ。詳しくは、ハンニバル戦争、を見てね。敵であったアケメネイデスを助け、自分たちの仲間に引き入れ、そして運命を共にする。この叙事詩は、ただの詩じゃない。ローマの全てが詰められた一大叙事詩なんだ。アイネアスは父を助け、妻を見捨てず、敵であっても助け、そして仲間にする。サイクロプスの島を出航した一行は、シチリア島の西岸にあったドレパナにたどり着くが、そこでアイネアスの父アンキセスが亡くなってしまう。しかし残念ながら、アイネアスには父の死をゆっくりと悲しんでいる暇はなかった。最強の女神ユノがアイネアスに牙を剥いたからだ。じゃあ、終わりだ。すべておしまいだ。ユノは、風の神アイオロスに命じて、アイネアスの船に嵐をぶつけ、沈没させようとした。この際、アイオロスに対し、言うことを聞いたら、最も美しい妖精である、ディオペアとの結婚を許すという策を用いているから恐ろしい。女の恨みは怖い。パリスが黄金のリンゴを渡さなかったばっかりに。しかし、ここでアイネアスに意外な助っ人が現れる。誰だい、誰だい。
狼ユピテルの兄、海の神ポセイドンこと、ラテン語ではネプチューンだ。アニュエ来たー。でもアニュエ、オデュッセウスの船を沈めたのと対照的だねー。アエネイスは、意図的にホメロスのオデュッセイア、と対比的に描かれている部分があって、ここは特にそうだよね。サイクロプスの目を潰したオデュッセウスとそうしなかったアエネアス、ラテンとギリシャの価値観の違いが出ているとも言える。ネプチューンは自らの海域でユノが好き勝手やったことに怒り、アエネアスを助けることにした。ネプチューンはアイオロスの起こした風を沈め、水をなぎ、アエネアスの船をアフリカの北岸に導いた。アフリカ北岸でアエネアスを待っていたのは、母であるウェヌスであった。ウェヌスは息子に対し、カルタゴについて詳しく説明し、導いた。ローマ建国の祖先がカルタゴに行くとは。この頃のカルタゴは、現在のレバノンにあった、フェニキア人都市、ティルスから独立したばかりで、ディドという女王が治めているという。さて、このディドという女王だが、もともとはティルス国王の娘として生まれ、叔父であるシカイオスと結婚し、自身も巫女として活躍していた。父が死ぬと、遺言でディドの兄であるピグマリオンとの共同統治が決まっていたが、欲深いピグマリオンは、ディドの夫にして、前王の弟シカイオスを殺してしまう。ピグマリオンは次にディドの命も狙うのだが、それに感づいた彼女は、数人の信頼できる家臣だけを連れて、航海の旅に出た。途中キプロス島で女神アスタルテに仕えたりもしたが、やがて北アフリカの、現在のチュニジアに着いたディドは、その地にカルタゴを建設した。はてさて、息子の身を案じたウェヌスは、子飼いのキューピッドに命じ、ディドがアイネアスに心奪われるように仕向けておいた。さすがは美の女神。隠してディドは、訪ねてきたアイネアスに一目惚れした。この動画では、出来事を時系列順に語っているが、エルギリウスのアエネイスはユノの怒りから始まっており、アエネアスがディドに今までの話をする形式をとっている。あれ、なんかどっかで見たようなパターン。ホメロスのオデュッセウスと同じ構成だね。オデュッセウスの動画で、全ての文学はホメロスの影響を受けていると言ったんだけど、ホメロスの影響を強く受けたのがエルギリウスで、そのエルギリウスの影響を強く受けて作られたのが、ダンテ・アルギエリの新曲。人類史上最大の文芸運動ルネサンスは、ダンテから始まったと言っても過言ではない。そもそも、ルネサンス、という言葉自体が文芸復古という意味で、ギリシア文化及びラテン文化の復古を表していて、中でもホメロスとエルギリウスの影響は大きい。話が逸れてしまったが、ディドとアイネアスは、オデュッセウスとナウアシカをモチーフにしているのだろう。オデュッセイア、とアイネイス、は、対照の関係にあると言えるかもしれない。アイネアスが今までの話をすればするほど、ディドの気持ちは深くなっていく。ある日ディドとアイネアスが狩りに出かけると、激しい雨が降り、風が吹いた。二人は洞窟で一夜を過ごし、結ばれる。いやん。永遠にこの時が続けばいい。ディドがそう願ったのもつかの間、アイネアスの前に、ユピテルの使いであるヘルメスこと、メリクリウスが現れた。お邪魔虫。メリクリウスはユピテルの言葉をアイネアスに伝えた。アイネアスにはローマに行って国を作るという使命がある。それを忘れてはならないと。アイネアスは逡巡した挙句、ディドに黙って夜のうちにカルタゴを出立した。ディドはアイネアスが自分を裏切ったと思い込み、自らに剣を突き立てて、命を絶ってしまう。ディドー。ディドは絶命する前に、次の言葉を残した。私の骨からは、復讐の精神が立ち上り、いつの日かそれを成す者が現れることでしょう。これはローマとカルタゴの運命を示唆した言葉で、ハンニバルのことを予言した言葉であるとも解釈される。船に乗ったアイネアスがふとカルタゴの方を向くと、ディドの葬儀の煙が立ち上っていた。アイネアスはそれが何の煙であったのかを理解してはいなかったが、とても不吉な何かであると予感しており、ディドに対しての申し訳なさが押し寄せてきたという。アイネアスはイタリアを目指して航海したが、悪天候もあり再びシチリア島に戻ってきてしまう。アイネアスはここで一度、ゆっくりと父の葬儀を行った。しかしここでもユノの妨害が入る。ユノしつこいね。ユノは忠実なしもべであるイギリスを派遣し、人々を先導して船を焼かせてしまう。
もうどうしようもなくなったアイネアスは、最高神ユプテルに祈りを捧げた。困った時の神頼みだね。すると願いを聞き入れたユプテルは暴風を起こし、船の火を消してくれた。さらには亡き父の魂がやってきて、アイネアスに対し、冥府に来るように伝えた。アイネアスは、ヘレヌスの予言を思い出し、クマエにいるシギュラに会うため、シチリア島を北上した。クマエにいたシギュルはもともとはデルフォイにいた神官で、アポロンから千の寿命と予言の能力を与えられ、さらに冥府への生き方も心得ていた。アイネアスはシギュルと共に冥府に行き、アケロン川のほとりで死者の群れのそばを通り、ケルベロスをなんとか避けながら、渡してである、カロンによって川を渡してもらい、タルタロスで邪悪な者たちの運命を見せられた。なんだか、新曲、みたいだね。ダンテの新曲は、このアイネイスに多大な影響を受けて作られ、ダンテがエルギリウスに地獄を案内されるという場面があるからね。シギュルはアイネアスに対し、神の正義に従うように忠告し、やがて一行はエリジウムの緑の野にたどり着く。アイネアスはそこで父の魂と出会い、父から自分がローマの英雄となることを告げられる。冥界から戻ったアイネアスは、自らの使命を果たすべく、北上し、イタリア半島に上陸した。ここまで長かったねー。イタリアに到着した一行は、ラティウムの地に定住し、やがてアイネアスはラティウムの王ラティヌスに気に入られ、その娘ライニアと結婚した。なんか展開が早い。ライニアのことはかねてからプルヌスというものが狙っており、先住民、プルヌスはアイネアスを恨み、そこにユノが付け込んだ。ユノも頑張るねー。ユノはアレクトと言われる嫉妬そのものを地下から召喚し、アイネアスとプルヌスの間に戦争を引き起こした。ユノの加護もあり、エトルリアをはじめとした周辺諸都市は次々とプルヌスに味方し、大軍勢となった。一方のアイネアスには、アルカディアの王、エウアンドロスとその息子、パラッスが味方に加わり、やがて戦士を追放したエトルリアも軍勢に加わった。双方甚大な被害を出した上で、決着はアイネアスとプルヌスの一騎打ちでつけることになる。アイネアスはこの一騎打ちに勝利し、見事結婚、新しい都市ラウィウムを建設した。と、アイネイスはここで終わっている。めでたしめでたしだね。ところが作者のエルギリウスは、この出来に全く納得がいってなくて、アウグストゥスに対し、この作品を破棄するよう遺言していたのだ。遺言？エルギリウスは特殊な創作方法をしていて、一度下書きをしてから遂行して書き直すということをしていたらしく、この作品はまだ未完成だったようなんだ。残念ながら、エルギリウスはアイネイスの執筆途中で死んでしまったということになる。イタリアに上陸したあたりから、展開がなんだか雑な感じだったもんね。それでもアウグストゥスはアイネイスを発表した。アウグストゥスというより、彼の義父であるユリウス、カエサルの出身家であるユリウス家は、アイネアスの子孫ということになっており、この叙事詩を通して、暗にユリウス家にはヴェヌスの血が流れていることを示唆し、さらに各所で受けた予言における、ローマの栄光というのが、アウグストゥスの治世のことを指すという、言い方は悪いが、プロパガンダ的な側面も持っていたのだ。アウグストゥスからすれば、未完だろうが何だろうが、これを公表しないという選択肢はなかったのだ。ちなみにエルギリウスの構想では、前半はオデュッセイアをモデルとし、後半はイリアスをモデルにして作成したという。ものすごいリスペクトぶりだね。ホメロスの影響はそれほど大きいんだよ。アイネイスは作者自身が未完成を公言しているにもかかわらず、東大はもちろん、後大に至るまで最高の絶賛を受け続けている。仮に未完成であったとしても、アイネイスがラテン文学の最高傑作であるという評価は、未来永劫を覆らないであろう。惜しいねー。作者が死んでしまったのが惜しいねー。伝承によれば、アイネアスの子孫レア、シルイアと軍神マルスの間にできた子供こそが、ローマを建国したロムルスであるという。ロムルスの建てた国はやがて大きくなり、紆余曲折を経ながら地中海世界を統一した。その影響はとどまることを知らず、ローマ人たちが生み出した政治制度は、その後継国家たるフランスやイギリス、さらにはアメリカに日本まで、あらゆる国に影響を与えることとなった。
ローマは一日にしてならず、その最初の一歩を踏み出したのがロムルスであるならば、それは偉大な一歩と言えるかもしれない。やがてローマは滅び、人々は暗黒の時代を迎えるが、アイネイスの影響を受けたダンテが新曲を生み出したことで、人類は光明を見出すようになる。歴史はその時代を、再生を表す名前で呼ぶ。ルネサンスと、ルネサンスについて語るのは、まだまだだいぶ先の話になりそうだが、よかったらそれまで、チャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。